はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルームメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そういうことで今回なんですけども、はい、我々の動画が1000本達成しました。すごい数1000本。はい、メインチャンネルの動画がですね、はい、1000本超えました。これ撮ってる時ちょうど1000本の動画が出てるんですけども、まあ、ちょっと遅れてこれ出してますけども。なるほど。だから今1002本ぐらいの出ると思うんですけど。1002本すげえ。1000本やりましたよ、ランさん。いやだってこの番組で我々1000回出てるいうことですよ。そう、1000回出てんねんから1000回喋ってまんねん。1000回喋ってまんねん。いや、サブちゃんも入れたら、うん、1000回どころちゃいますよね。サブちゃん入れたらね、サブちゃんなんもやろな。サブちゃんも結構すごいです。まあでも1100ぐらいはいっとんちゃいます。全部合わせて1100ぐらいはいってるんちゃうかな、ねうん、ですよね。1100か1200ぐらいかな。200これちょっと出るかな。あとはあのこのサブちゃんもね、ゆるゆると更新してて多分100本以上は軽くいってるんで。100本以上はあるんちゃうかな、ザーッといくとね。あ、結構あるよ。200ぐらいいってるかも。あ、100本ぐらいかな。皆さん150ぐらいいってちゃう。皆さん頑張りました。1000本達成。1000回以上喋ってます。そらそらね、一丁前にはなりますわね。喋ってんのがもうね、2年ちょっと前ですわ。2年半ぐらい近く前ですね。あ、それぐらいになりますね。2020年の3月からちょっと本気でやるぞって決めまして、で3月から本格的にやったんですけども、はい、そこから約、まあ、2年半ぐらいで1000本達成ということで、いやなんかでも感慨深いなと思って、1000本もやったんやっていう、まあ、いわゆる1000本ノックをやりきったって。そうそうそう。まあでもその1000本やるぞっていうあれとかは全然なかったんですけど、なかったんですけど、気付いたらこんだけ、ね、ちょっと後ろこうやって振り返ったら、ね、あ、こんなやってきたんだっていう感じで、ねね、意外と頑張ってますよ。いや1000本で、いやなんか偉いもんで、うん、ほんまに偉いもんですよ。ほんと1000本やるとね、やっぱりこれぐらいやるとやっぱり当初と比べて喋りが、いやそらまあ良くなるという。そらも当初はもうひいひい言うてましたからね。ひいひい言うてて 2,3 本と飲んではぁはぁ言うとったからね。ねえ、うん、でプラス10分ぐらい喋るっていうのは結構大変やったりとかするじゃないですか、うんうんうん、まあ、それがもう今となってはですよ。10分ぐらいですぐ終わってまってるよね。もうそれぐらいになってますけどもね。あーんみたいな感じで、まあ、そんな感じでまあ頑張った、まあ頑張るぞおーみたいな感じではなかったですけどもね。まあそうですね、まあ、うん、いい形やなと思うんですよ僕。その振り返って見てみたら、ね、あ、こんなにやったんだっていう、うん、でも一番いいと思いますね。それね、今からこんだけやるぞって言ったらしんどいや、うん、今から1000本やるでみたいなね。そう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 、ね、何万人行くぞとかさ、ね、うん、だから、1000本やから1本あたりについてチャンネル登録16人はしてるということですね。あ、割るとか、はい、はあ、そうか。毎日毎日16人はしてるってことです。はい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 、うん、16人、うん、毎日、まあ、毎日とか日本出てる時もあるもんね。そのオールナイト関西、あ、そうか、そうですね、まああの知らない人のために言いますけど、はい、毎週金曜日ね、夜11時にプレミア公開っていう番組やってるんですけども、はい、まあそれを入れるとそれがその日だけ金曜日は日本になるんで、そうですね、はい、それを入れると、まあ、1000本公開動画1000本達成。でもあの旗から見たら毎日更新もして、うん、時々サブチャンも上がってくるわ、うん、何やったら毎週金曜日別の番組やっとるわ、うん、こいつらどんだけ暇やねんって絶対思われますよ。絶対思ってる人いてると思うんですよ。どんだけ暇やねんこいつらみたいな。ランさん知り合いとか何も言われへん。なんかこうランさんあの知り合いちょこちょこ YouTube やってるの知ってる人多いと思うんで、はいはい、そうですね、僕はあんまり言わないんですけど、はい、自分の知り合いには、はい、いやでもなんかあのいつの間にか毎日更新されてるんで、そんなにいっぱい上がってるって感覚ないっぽいっすよ。あーあー、なるほどな。知らん間に上がっとるみたいな感覚。でもあの YouTube やりたい人とかもおったよ。あー、いましたね。でもこれぐらいやっぱやらんと、ね、世の中ちょっとあの目立つことできへんでっていうのは。いやなかなかそうですし、結構なんか自分の時間をお互いに、うん、まあ、この YouTube に割いてやってるわけじゃないですか、うんうん、そうやな、時間はまあまあ割いてる方やろな。割いてる方だと思うんですよ。週1回絶対8時間、はいはい、うん、咲いてますから、まあ、ほぼね半日缶詰で撮影してっていう感じなんで、うん、でもこれがでも一番効率いい方法なんですよね、うん、そのそね、毎日考えて毎日やるって大変やから、うんうん、まあ取りだめっていう形にして、でそれを毎日編集して公開するっていう形にしてるんですけど、収録日というのをね、そう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 、決めててやってるんで、でもまああの
仕事してる身の人間としてはもう毎日ね撮影してあげるっていうのを考えたらちょっとしんどいかなっていうのがあるんで、うん、多分ね他の YouTuber さんってやっても3本限界ちゃうかなと思うわ、はい、1日、うんうん、そうですよねうちみたいに7本8本はひどかったら10本ぐらい撮ってる時あるもんなまあそうですね、だってまあ基本我々喋るだけじゃないですか、うんうんうん、なんかこう何かイベントをするとか企画もんとかっていうのがないので、うん、それをするとまあ言ってもそんなんね、さっき言った 2,3 本が限度ちゃうなみたいなところがあるんで、うん、そうそう、まあでも僕らはもうこれこのやり方がベストやなっていう感じでやってるかなって、一番負担が少ないですよね、うん、負担少なくて毎日上がって、はいはい、まあある程度再生も取れて、うん、チャンネル登録もまあなんやかんや言うて取れるというやり方がまあこれやったんですよ。まあまあそうですね。まあ、ね、とりあえずこれを継続してちょこちょこ改善しつつっていうところでね、うん、あのもともとこのチャンネルが成長して、そうそうそう、みんなでいろんなものを共有して楽しめるチャンネルになったらいいなっていうふうに思ってるんで。うん、まあでもなかなかのペースだと思いますよ。2年半で1000本って。だってあの1日1本超えてるから。そうですよ。まあその毎週のやつが入るから。そうですよ。ああその分増えるんですよ。うん。1日1本超えてますからね。まあ結構えげつない更新の仕方してる部類に入るんちゃいます、うん、ただ多分労力はそうです、同じジャンルのどこの YouTuber よりも多分低いと思うんですよ、はい、そうですね、あの編集ほんまにあの無駄省いてますもんね、こうさんね、うん、うん、そうそうそう、テロップ入れてないんで我々、そうそうそうだからその労力はかなり削って、ね、そう、まあ無理しちゃいかんからね、うん、無理してやるとしんどくなって嫌だって、いやいややってもしゃあないやん、こんな凝った編集すると本当に24時間じゃ足りひんってなりますよね、時間がね、もう俺も編集大嫌いやから、うん、なるべく編集せんでええように、ねね、でも喋りでこうなんていうの、その、うん、回しっぱなしでいけるようにっていう形でやってるから、うんうんうん、ほぼノーカットなんで、ね、たまにそのライブした時のレポートとかはいろいろカットとか入れたりするけど、うんうん、まあ、そういうのは結構ね意外と編集楽しいね。あ、なるほどね、絵に動きがあるやん。あ、でもこの喋ってるだけのやつをカットするのってひたすら耳で聞いてここここって調整するだけやから思んないね。一回なんかあの京都の細川下りのあの動画編集した時にテロップ入れてみたけどゲー吐きそうやったって言ってましたもんね。途中でもう出抜いたもんだからそれを毎回やってる編集してる人たちってもう尊敬しかないですよね、うん、そうそうそう、うる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 、そんなん用しませんそんなんしたら毎日動画上げられません。それをテロップ入れるのと入れへんのとであのどうちゃうねんと、はいはいはい、入れたらめっちゃ再生数倍になるんかって、倍になってくれんやったらやるけど、まあね、ならんから絶対に倍に。あ、そんな大きな差ってないんですか、ない、テロップ入れる入れないって、うん、なんかあのたまにテロップ入れた方がいいよみたいな形でコメントたまに来るじゃないですか。それあんまりっていう感じ、あんまりっていうか僕そのね、いろいろこのテロップ入れないっていうのっていろいろあるんですよ、はい、ははは、入れないことによって僕たちの声聞いてくれるでしょ。あ、そういうことね、僕たちの話聞いてくれるでしょ、はい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 、でテロップ入れないことによって動画をあんまりスキップできないんですよ。あ、なるほどね、テロップ入れたら動画スキップ今できるやん、はい、でできますね、そのスキップしたところのサムネっていうかその出てくるやんか、はい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 、再生画像がだそこのテロップ、あ、これやなっていうところで止めたらそこの部分が見れちゃうわけ。あ、なるほどね、テロップ入れるとどこに何があるかで全部バレんねん最初に。あ、うん、今こうスクロールしていったらそこの場面が映像で出てくるようになるから。そうなんすね、今の YouTuber はね。じゃあもう視聴時間がもう極端に短くなる、短くなったですね。僕らのってでもどこをスクロールしても同じ映像しか、同じ映像がどこで何喋ってるか分からへん喋りを結局聞かなあかんじゃないですか。はあ、コロ効果もあるんですよ。コウさん手抜きではなくそういう戦略もあったんですね私は手抜きや思ってこれあの芸人さんのロザンの宇治原さんが言ってましたねなるほどね、うん、あ、よかったうちもテロップなしでって言って、あ、うん、だからテロップでその再生数を稼ぐのか自分たちをよく見て聞いてもらうのか、もうちょっと耳だけでも一応基本的にいけるから、そうですよね、うん、やっぱりじっくりその話してるのを聞いてほしいっていうのがあって、うん、でそこにやっぱりその話してる中に人間性とかが出てるやんか、はい、でテロップだけを見て無音で見られると人間性もクソも何も分かれへんからただお男どんな2人がうにゃうにゃうにゃ動いてるだけで、うにゃうにゃ動いてるだけで文字がビビビビってなるだけやから思んないやんっていう。確かに、うん、だからまあ副産物にはぬるけどなしでよかったんちゃうかなと思いますよ。いや、そうですね、そんなん考えたらね、うん、うん、そうなんですよ、そういう効果も実はあるんですよ。へー、うん、
まあまあまあ入れる人はね入れてもらっていいと思うんですけども、まあね、うちはもうこのやり方でという、はい、もうそんなテロップなんかいちいち入れる時間がもったいない。そんな時間あったら動画なんも撮影できねえっていう話になるから。あれほんま難しいですね、テロップ入れるって、うん、タイミング合わせてやらなあかんので。で、うちの場合掛け合いやんか、一人やったらまだやりやすい、はい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 、掛け合いの場合って難しいね、重ねるテロップみたいな。もう画面うっとうしになりますね。そうそうそう、文字まみれになるみたいな、うん、もうそれはもうやらんとこうと思って。で、その代わりちゃんとこうやってマイクをコンデンサーマイク入れて、で音声はそのコンプレッサーっていうのにちゃんと平滑化、うんうん、ちゃんと平らにしてどの部分でも聞こえやすいようにしてっていう風に一応やってるんですよ。あの音にはこだわりを持ってね、うん、だこのマイクオンのはそれなんですよ、うん、まあそうですよね、まあ、テロップ入れへん代わりにこのマイクではっきり聞こえるように、まあ場所によってちょっと ね反射音とかで聞こえにくい時はあるんですけど、うんうん、まあなるべく反射音ないところでやるんですけど、ね、結構人気のその YouTuber の方とかってもうここにね、ピンマイクつけてる、ほんまにちゃんとやってる人はここをつけてますね。ただ意外とトップ YouTuber でもマイクつけない人もいる。テロップ入れる人はあんまつけない、ね、あ、まあ、テロップ入れるんやったら別にね、うん、音声ちゃんと聞こえんでもってとこありますもんね、うん、テロップ入れる人はあんまつけないですね。で、うちらの類似 YouTuber さんでマイクちゃんとつけてやってる人って見たことないような気がするな。ほぼほぼいないんちゃいます、ね、だいたいスマホ置いてスマホのマイクで撮ってるから、まあ、そうですね、うん、スマホのマイクで撮ると何がいけないかっていうと高音域が入らないんですよ。はあ、はあはあはあ、1kHz 以上の周波数が入りにくいっていうのがあって遠いから、あ、高音って近くで喋らんと入らないんですよ、はいはい、へ、 FM ラジオが綺麗に聞こえるじゃないですか、はいはいはい、こういうのその息遣いとか、うん、倍音、はいはい、喋ってる声にも倍音ってあるやん、はいはい、ありますね。それがやっぱり FM ラジオとかで綺麗に聞こえるのってちゃんとしたコンデンサーマイク使ってるからね。なるほど、だから聞きやすいわけよ、はい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 、でもスマホでこのカメラの位置で撮った音ってもっと反射音も入るし、まあそうですね、で高音域が、うん、抜けちゃうんで聞き取りにくいんですよ。あ、ゴモ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 こもって聞こえちゃうんですよ。これね、自分の動画を自分で見てたら自分で話してるから分かるんですけど、他人が見た場合に分かんないんです、はあはあ、何を喋ってんねんこいつは、はいはいはい、でもなんかええわってピッてこう消すことが多いんで、うちらはもうこのマイクを使ってずっとやってきたんで、ね、これ ね意外とええ仕事してるんですよ。これ中国のなんかようわからんコンデンサーマイクなんですけど、一番ね長いこと使ってるとこれもう2年以上使ってますよね。やってますね、もうずっとこれ。そう、 YouTube やり始めた時からこの子いてるんでね、うん、このモヘモヘつけてるのはもうこれ外でも使うから、もう撮ったりつけたりするのめんどくさいからこのままやってんねんけど、はい、風がブワーって来た時でも風の音ボボボボボっていうのが入らないですね。本来言うたらものすごいもっとええマイク置きゃええんだけど、まあでも動画やったらこのぐらいで十分かなっていう。十分ですよ、うん、聞き取りやすさ、まあね、皆さんちゃんと聞こえてるっていうふうにおっしゃってますので、そうなんですよ。だからこの2年間意外とそういう要素とかもいろいろ絡んで、ね、やってきてるからっていうのもあるんかなと思いますよ。ある程度こうチャンネル登録者さんも伸びたりとか、ね、まあ一応ワンマンライブも成功させていただきましたんで、ね、そういうのって実はこのマイクのおかげもちょっとあるんかもしれないんで、いやもうこのね仕事結構大きいですよ本当に。だって今日忘れたこいつってなった時のショックやもんなこの人忘れたらもう急にやる気なくする、やる気なくなるみたいな感じで、いやこれは仕事してくれるんで、いやいやもうなくてはならんね、我々の相棒ですねこのマイクちゃんはね。そう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 、だからマイクの話になっとるけど、マイクの話をなんでそんなに必死でするんやこいつらと思うんですけど、でもこいつは大事なんですね。僕らやっぱテロップ入れないから、ね、やっぱこの喋り声をちゃんと拾うっていうのはめっちゃ大事で、うんうん、でそれを一応ね先週の時にコンプレッサーっていうのを入れてちゃんとやってるんですよ、はいはい、これ歌取りしてボーカル取る時と同じ仕組みでやってるんで、まあなるべくそんな完璧にはしてないですけど、うん、まあ、なるべく聞きやすいようにはしてるんでね、まあ、それも一つかなっていうのがあって、うんうん、だからこの仕事してるんです2年間これはね、壊れへんとね、うん、でもそれを積み重ねてずっと1000本やってきた結果かなと、いや、はい、自分ではそう思っております。1000本はすごいですね。ね、1000本やからそれ1個平均20分としてもすごいっすよ、すごい時間やってますよ、うん、すごい時間やってますよそらこなれ
れてきますよ我々も。だからあのこの間銭湯のライブあったじゃないですか、はい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 、あれで、まあ、私の知り合いがね複数人来てくださったんですけど、はいはいはい、やっぱり慣れてるねって言われて、あ慣れてる、まあ、場にも慣れてるのはあるとは思うけども、この YouTube で何回何時間喋っとんねん私っていう話なんで、うん、やっぱりすごいもんですよ。パッと出る、パッとね、パッと台本なしで。そうですそうです。あの台本書く時間ももったいないっていう。もったいない。もったいないというか、あの僕省略してるんですよ。あの本当にこうさんってマジで、あのなんていうんですか、無駄を省いていかに要領よくこなすかっていうところもすごい工夫してやられてますもんね、いつもね。無駄を省いてより安くっていう、昔ね、あの大阪に和光電機のっていう電気屋の CM で、懐かしい和光電機 CM であったんですよ。和光電機っていう、無駄を省いてより安く和光電機その CM あったんですよ。関西の人しか分からん、関西しか分からへんローカルの電気屋さんが倒産しないんですけど。ないですけど、はい、まあ、そんなのあったんですけど、でも僕あの効率派なんですよね。あの無駄にこう仕事するの嫌なんで、最小限でやりたいんですよ。やっぱり超省エネですもんね。省エネでやりたいんですよ、ね、だこんだけやってて省エネなんですよ、うん、意外と ねだからこんだけできるっていうのはあるでしょ、うん、だから、うん、まあ、ちらっと他の YouTuber さん見るとやっぱり毎日考えてんのかなっていう人結構多いもんな。毎日考えて毎日撮ってんねやろなっていうのがあって、でそうなるとその時のテンションとかも変わったりとか、うん、まあ毎日ちょこっとやんやったらもう、まあ、僕らはねグループやから一応、うん、で集まって週一で集まるっていうやり方しかまあできへんっていうのがあって、うん、だからできる環境で最大限に何をするかっていうのを考えてるんですよ。でも私毎日撮って毎日あげるスタイルやったらずーっと YouTube やってる感覚になるんで、ちょっとなんかあのめっちゃしんどって絶対なると思うんですよ、うん、これでまとめてやるとしない日数の方が多いわけじゃないですか。そうそうそう、だからサンドイッチ作る時でもな、サンドイッチ1個ずつ作って包むんじゃなくて、パン凍らして並べて卵だけ塗って次パンバー置いてってこう流れ作業でやった方が早いやん。まあまあそう、それやね例えサンドイッチそんな感じで省略してるんですよ。いや本当にね、うん、でもやっぱり、うん、僕仕事は効率化したい人なんで、すごい昔からこれねほんまそうなんですよ。職場とかでもそうで、なるべく効率化、もう無駄なことはやりたくないっていうふうにやってたんで、まあ、それがまあ、今に生かされてると。まあまあそうですよね。会社員時代の実は、やり方が今に生かされてるっていう。いやでもなんか2年以上もやっぱり毎日更新ってなかなかのもんだと思うんですよ、うんうんうん、やっぱりこうね途中でちょっとずつ頻度が落ちていくみたいな、うんうん、あるじゃないですか、うんうんうん、人ってやっぱりしんどいなってなるんで、うん、あのね頻度落ちるっていうか、あのやりたい動画多いんですよね逆に。みんな多分そのネタがないで苦しむと思うんですよ。そうネタ切れでもカスカスになっても出そうとするからこう、うん、ね、大変になるんですけど、うんうん、僕らは実はやりたいことが多くて動画で、で未だにその全部それをやろうと思ったら1個のチャンネルじゃ足らんよねっていうことやねんか考え出すと、うん、でもそのアーティストもばかりやるんじゃなくて自分たちも入れながらっていうのはこれもやり方は絶対変えないんで、うん、半々ずつにやっていくぐらいの感じで、うん、まあ時々バランス変わりますけど、うん、まあ、そういう感覚ではいてるんで、はい、これなんでかっていうと、自分らのことを入れつつアーティストやつ言うたら注目される動画と自分たちの動画を半々に入れとくと、はいはいはい、自分たちのファンもなる早い段階からちょっとずつつくねん。なんかあのなんていうんですかね、うん、それこそ擦り込み作業する。そうそう、ちょっとずつ自分たちを見てくれる人もつくから、ね、自分らが楽しいね、うん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 、だからアーティストだけやったらひょっとしたら今頃倍のチャンネル登録者いってるんかもしらんけど、うんうん、じゃあそれで自分たちが楽しいかって言ったらそうじゃないと思うねんな、うん、で自分たちも見てくれるからやっぱ自分たちに対してもコメントくれたりするからまあ面白いわけで、人間ってそんなもんやと思うんですよ。まあそうですね、誰でもそうやと思うんですよ。いや、まあ、売ったら響くっていうね、そう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 、原理が働かんとやる気なんてなくなってくわけじゃないですか、うん、だから僕その自分たちのこととアーティストのと注目されるのと自分たちのことと半々に入れていって、でその成果もあっておそらくあの
ワンマンライブとかでもたくさんの方に応援いただいたっていうのもあったと思うんですけども、そういうのを徐々にやってるんですよ。だからひょっとしたらアーティストだけを毎日やったらもっと伸び早かったかもしれないですけども、ただそれで自分たちが楽しいかというと俺ちょっと違うと思うねん。だからそうですよね、確かに。で僕の場合はその自分たちもなるべくそのチャンネル登録1000人2000人からも楽しめるやり方をしたかったんですよ。まあどうやねんっていうと、どういうことやというと、自分たちのことも入れていくと、まあ、それにも気に入っていただける人もちょっとずつ増えていくから、だからその2つのことをこう徐々にこうずっとこううまいことこうバランス取りながらね、バランス取りながら上昇していくっていうね。まあでもそれが一番なんかあのいろいろ、まあ、私たちの精神衛生上いいですよね。だってもともと YouTube 始めたきっかけが、いや自分たちのファンをどうにかしてつけたいっていう思いが、もちろん強かったじゃないですか。登録者の人全員そうしたいわけじゃなくて、もうここの今見ていただいてる、楽しんで見ていただいてる中からそのライブに来てくれるとか CD 買ってくれるとか、そういう人が何パーセントかでも現れたらええなっていう、そういう思いでやってたんで。あ、そうですよ、もともとそういうもんやと思ってるんで。だから YouTube は YouTube で楽しんでくれる人がいてくれてありがたいですし、でも全然それはそれで自分たちのファンじゃないから、いらんとか言うわけではないので、でもその YouTube 番組というものにちゃんと見ていただいてるのが、その番組のファンっていう方と、まあライブに行きたいっていう人、これは僕は別個で考えてて、まあそういう感じでね見てるんでね。だからこう自分たち、俺はね楽しくやりたかったの。もう嫌やんか、アーティストボンバー変えて、はい3万人になりました、いざ自分のことやりました、誰も見ませんってなったらさ、ショックですよ。その格差がすごいから、ね、普段からもう半々ぐらいにこう自分たちもアピールしていこうぜみたいな感じでやっていってるんで、だからこう楽しく2年間毎日やってもそんなにしんどくないというか、まあそうですよね、まあ、そういう風にできたんかなと思いますよ。まあでもずっとやり続けたおかげで、やっぱり自分たちの動画出してもある程度再生回数は取れるようになってきてるじゃないですか、最初はもう100回とか、200回とかそんなやったんですけど、まあまあでも本当に1000本やってきた回がありましたよ。いろいろと大変でしたけど、これはでもね財産よ1000本、これね動画って資産ですから、無形の形のない固定資産だから、固定資産と言いつつずっとその広告収入が入り続けるんで、その動画を公開している限りは、たとえ年間、200円300円1日1円であっても入ってくるわけじゃないですか。でそれが1000本あるんだからさ、ね、1000本の千手観音みたいなもんですよ。手がいっぱいあるやつ。千手観音の手がそういろいろこう利益をこう持ってくるっていう。いやもう数あってもうなんかね損することないんでね、もういっぱい数を集めた数を持った方がええいうところがあるんでね。そうだからいっぱい足のあるタコはいっぱい餌取れるみたいな、ね、まあ、そんな感じの考えですね。まあ我々は今千手観音になっとる。そう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 、千手観音、手が千本あってみたいな。でまた2年後ぐらいに2000手観音やろ。気持ち悪い、手まみれ、手まみれね。何も一つの数字かな思って、まあ、でも千本っていうのは、ね、そうですね、一つの区切りですよね、区切りの数字できましたね、はい、いやー感慨深いですね、本当に。まあそんなに頑張ってきたということです、はいはいはい、また今後も次は2000本なんか時にやるかもしれないですけど、はい、地道にやっていこうと思います。はい、はい、ということでしょうもない話になりましたが、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てよ、ありがとうございます。日々